皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。This is Chopper Delta, preparing to drop off at... こんにちは。はじめまして。ジョナサン、ジョースターと申します。間違えた。ゆっくりです。この度はバイオハザード3、ラストエスケープの実況プレイを、します。PS3 で5も出たっていうのに、今3ってどうなのかな。完全に需要ないよね。それはそうとして、うつ主箱の前先輩の、家で5を、やらせてもらったんですが PS の1、2、3しかやってなかったうつ主にとってはもはや、別ゲーに思えて、その後ふてねしました。かなり進化してるシステムもそうですが、シナリオもかなり進んでてついていけなかったんで、今度ゼロとフォートアウトブレイクをやってみようと思います。ちなみに私は PS2 は持っていませんわらわら。全部買ったらいくらするんだろう。おっさんなんていなかった。まず弾を回収しよう。覚えてる限り全部回収したいと思います。もちろんキプレイです。でもかなり久しぶりなんで最初の方は操作が下手くそだと思います。そこんとこご勘弁願います。オッケー？ガンパウダーゲット。このゲームはこれを弾薬に生成します。ガンパウダーをしまってナイフを出します。ナイフは弾の節約に非常に重要なので序盤はかなり使います。あと着替えるために鍵も。それと同席プレイなんで、なんか縛ろうと思います。とりあえずグレネードランチャーは使わないことにします。あと当然スプレイはなし。ジルの日記も取りたいと思います。ジルの日記というのは、最初からすべてのファイルを、順番通りに取ると、取れます。ガチャン。ガチャン。おっと危ない。こっちから行くとショートカットです。そろそろゾンビ出てきます。怖いよ。わー。なんか出てきたー。ゾンビだー。一人めっちゃ速いゾンビがどっか走ってきたー。怖い怖い。邪魔だから撃ち殺そう。こっち来いやー。こういうとこでナイフの出番です。ちゃんと死んでるか判断します。死んでた。弾がもったいないのでこいつは、ナイフで倒してみます。基本は下段攻撃です。まだいっぱいいるー。ナイフで相手してやるぜ。かかって今回一人ずつ。距離取ってれば楽勝だぜ。わはははははは。さて中に入ろう。中にまだ一人隠れてたはず。死ねえ。おら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 。あとはナイフでとどめじゃい。弾はできるだけ節約するぜい。いてえ。あと一応、武器構えてジルが振り返ったりしなければ、死んでると判断できます。ちょっとガンゲットー。こいつはゾンビの群れには効果抜群ですが、
反動が大きいためボス戦には不向きです。グリーンハーブ、回復薬です。ふと思ったのですが、これで一体どうやって回復するんでしょうか。むしゃむしゃと食べるんでしょうか。幹部に直接すり込むんでしょうか。謎です。しかも調合すると粉になるじゃないですか。スターズ隊員は、すり鉢でも常備してるのかな。でもすり鉢で粉にするってめちゃくちゃ大変だよね。そこは特殊な訓練を受けたってことでいいのかな。ああ、聞こえない聞こえない。さあ皆さんお待ちかね、お着替えタイムです。お疲れ様でした。今回は返り血が目立つように、白のスーツにしました。ジルかっこいいな。怖い怖い。やっぱりゾンビしかいないじゃないか。さっきのはやはり空耳だったか。ここなんかあった気がする。一応銃持っておこう。必要なかった。うおこえー、撃たれるとこだったぜ。ライターゲット、オイルと組み合わせることで使えるようになります。最初のファイル、こういうのを順番に取っていきます。あれ、ゾンビがいない。ここにいたのか。うおー、いきなりかー。とりあえずこいつらをドラム缶の近くに引き寄せます。そろそろいいかな。残った奴らは無視してドアを開けます。戻ります。するといなくなってます。これで奥が調べられます。二つ目のファイルゲット、赤ハーブも一個持っていきます。犬が二匹います。一匹は火の中から飛び出すので、注意が必要です。ひるんだらナイフで狩ります。あぶねえ。クソが。好きなら楽勝だぜ、百科。
ガンパウダーがあるのでここで弾を生成しましょう。基本的に A はハンドガン、B はショットガンの弾が作れます。 A と B を調合すると C になります。 C はグレネードの弾なので今回は用なしです。お待たせしました。同じガンパウダーを組み合わせると少し弾を多く作れます。これで最初のボスに向かいます。今回はここで切ります。ご視聴ありがとうございました。再開です。前回の動画見てくださった方ありがとうございます。再生2000とか調子乗ってすみませんでした。でも夢見たっていいじゃない。今回はボス戦からです。ネメシスです。ネメシスは基本毎回倒していくつもりです。ムービー入ります。飛ばします。グロいのは苦手です。出ました、スリー特有のセレクション。当然戦うよ。危ない危ない。適当に距離取ってハンドガンで削ります。左手の攻撃が多いので時計回りで逃げます。あまり離れすぎると走ってくるので危ないです。大体2発ずつ打ち込みます。危ない時は無理せず逃げます。回避優先です。3発入れられることもありますが、あまり欲張らないようにしましょう。うおー危ねえ。あとたまに来る右手が怖いです。まだかな、まだかな、まだかな。よっしゃー、まず一回ダウンしてくれました。ショットガンでダメージ稼ぐよ、ほらー。ハンドガンに持ち替えます。またさっきみたいに地道にいてー。右手を食らってしまった。畜生。やべーリロードしてなかった。あぶねー。ぐっはー、また食らっちまったぜ。いかんいかん。焦るな私。うわあ、緊急回避ミスったー。やばいやばい。体力はまだファインの状態ですね。よかった。コーションになったらすぐに回復しましょう。移動スピードが落ちるのは致命的です。今のちょっと危なかった。よっしゃ倒したぜ。戦利品をいただきます。イーグルパーツへゲット。ちゃんとこの死体も調べていきます。スターズカードゲット。ハーブもちゃんと回収しておきましょう。空きが足りない。戻るとき回収しよう。2の舞台となった警察署ですね。2も好きです。豆腐を頑張ってクリアしたのはいい思い出です。拾ったカードの出番です。これで暗証番号が教えてもらえるということなんですが、暗証番号は4パターンのどれかなので覚えていればカードなんていらないです。だいたい4312か513で OK です。いきなり来ましたね。K
警察署のゾンビということは、ジルの元同僚もいるでしょう。それすら無表情で撃ち殺す。そこに痺れる憧れる。やべえ、宝石取っちまった。鍵が取れない。戻ってくるのめんどくさいから使っちゃうよ。ネメシスから受けてたダメージ回復だぜ。鍵ゲット。スターズで一番に警察署に着いた人は、まずここに来なきゃいけないんだね。もう誰か来てるかなと思って。スターズの部屋に直行したけど、自分が一番だったって時めんどくさいね。うわぁ、ゾンビいっぱいいる。やだなぁ、めんどくさいなぁ。弾もったいないな。ナイフ欲しい。おう？とりあえずカードと宝石とパーツはいらないかな。ショットガンもいらね。オロナインゲット。一応インクリボンも取っておきます。あとネメシス怖いのでセーブします。見てわかる通り、このデータではすでに6回クリアしてます。エピローグがこれで集まるはず。大丈夫かなこれで。不安でござる。よしお母さん頑張っちゃうぞ。なにー、とどめ刺してない奴がいたとは、畜生不覚だ。ナイフあってよかった。いっぱいいますね。弾がもったいないのでナイフでいきます。大丈夫かな？ダメだった。別に倒さなくてもいいか。でも倒したくなっちゃうんだよね。うおーまた食らった。やばいやばい。ダメだ逃げよう。畜生やめときゃよかったぜ。こんなタフガイに喧嘩吹っかけんのはよう。あと見てくれている方にお聞きしたいのですが、正直この声の編集がこんなに大変だとは思ってなかったです。初めて以上最後までやりたいのですが、編集がしんどいのでこのままだと、更新がどんどん遅れると、思います。そこで思ったのが、うぷ主の声声での実況にしてもいいでしょうか？
ゆっくり実況にしたのハウプ主の、声がキモいゆえに、喋りが全然かんばしくないのでやるのが、怖かったんですが、やってもよろしいでしょうか。コメントかメールをぜひお願いします。キーピックでアイテムの欄を、一つ取るのが納得いかない。ポケットにしまえばいいものを。あれまさか、これは、うわあ、取り逃したとかマジワロスワロス。話は戻りますが、実はこの前友人、生声で実況プレイ動画を撮ったのですが、やっぱりウプ主の声はキモかったようです。その動画はとっても悲惨な結果でした。わらわら、友人は自分の声をヘドロが腐ったような声だと言って落ち込んでいました。わらわら、 BGM が消えた。わらわら、これはあからさまなボスフラグです。本当にありがとうございました。負けたー。うまく回避できない。次回リベンジです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは。パート2まで見てくださった方、お久しぶりです。まず謝らなければならないことが、3つあります。まず、大幅に更新が遅れたことです。前回の更新から、半年程度も空いてしまいました。本当に申し訳ありません。前回の動画をアップした後、身の回りの所用で、プレイする時間が取れずにいました。それで、しばらくゲームから離れている間に、続きのことを完全に忘れていました。とにかく、パート1とパート2を上げた以上、時間がかかっても最後までやる気でいます。どうか長らくお付き合いをお願いします。二つ目は、パート2の終盤に口走ったあれです。忘れてください。切実にお願いします。三つ目は、前回ファイルの順番を、間違えたことです。冒頭でお見せしたように、やり直してここまで順番通り取ってきました。ここからまた間違えないように、頑張っていきます。前回ここをナイフで倒そうとしてましたが、やっぱ避けていった方が楽ですね。話はそれますが、実は最近エロゲで泣くのが、マイブームだったりします。と言っても、まだキラキラと、パルフェと、クローバーポイント、くらいしか、やってませんが、視聴者の方でおすすめがありましたら、ぜひ教えてください。最近、毎晩夢の中にカトレアさんが、出てきます。さすがはツンデレクイーン。可愛すぎて生きるのが辛いです。
ツンデレ、大好きです。グレネードランチャーだった。グレネードランチャーは、強すぎるので、封印します。というより、マグナム、グレネードランチャー、ロケットランチャーは、使わないことにします。強すぎて個人的に、好きじゃないからです。無限弾を使った後のグレネードは、チートクラスだと思います。さてリベンジです。今回は戦い方を変えてみます。ガシャーン。まずここで、ミサイルランチャーの弾を避け続けて、素手になってもらいます。避けながら攻撃もできるんですが、前回それで失敗して何発も食らってしまったので、今回は避けることに集中します。今殴られたけどね。壊れたみたいですね。とりあえずここは迫って、視点も悪いので、オフィスで待ち合わせします。ここでは絶対、入ってこないので、宝石を回収できます。また殴られた。やばいやばい。ここで最初の時のように、くるくる回って攻撃します。実はさっきの場所くらい狭いのですが、カメラの位置的に、距離感を把握しやすいので、ここの方が楽です。基本的に時計回りで、左手の空振りを待ちます。空振ってくれると、2発か3発打ち込めます。逆にそれがないと、2発は厳しいです。出た。開始から今の体勢だと、2イニングショットができます。これで攻撃できるとかっこいいです。なかなか攻撃のチャンスが、もらえない。よし、やっとダウン取りました。もうハーブがないので、ここからが勝負です。起き上がりはかなりの確率で、走ってくるので、注意です。でもまだファインなのが幸い。やべえリロードは。これ死亡フラグ？さすがに大丈夫だよね。よし、なんとか倒せました。これでイーグル完成ですね。早速作りに行くよ。
やばいなぁ。回復がないよ。これじゃあしばらくジルは、おっぱい強調したような走り方になっちゃうよ。ジルはセクシーだから、ゾンビ以外にも襲われちゃうよ。でも、ジルも美人だけど、皆さんはバイオハザードの中では誰が、好きですか？レベッカ？エイダ？クレア？シェバ？アシュリーとか人気ありそうだよね。私はやっぱりジルかな。ここからしばらく大した見せ場はないので、スピードアップします。さて再びネメシス戦です。今回は強力な助っ人がいるので、楽勝だと思います。なぜジルはここを開けようと思ったのか、謎です。しかと時間切れは、いろいろ面倒なので、食堂に隠れます。Over here.ドカーン。 Are you crazy? You could have barbecued both of us. ここでネメシスが目覚めるまで適当にうろうろします。おはようございます。なぜか誰もいないのに必ず空振りします。うわぁ、引っかかってる。ここではカルロスがおとりになってくれます。なのでひたすら打ち続けるだけで勝てます。お前こっち来んな。
実はここまでやらなくても、戦利品はもらえます。でも救急スプレーなので、いらないです。それに倒さないと、この後追いかけてきて鬱陶しいので、倒しておきます。それでは今回は、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回はあまり間が空かないように、ちゃんとあげるようエイ努力します。のし、こんにちは。更新期間が空かないようにとか、言って、すでに結構空いてしまってすみません。編集に毎回苦労しちゃってます。やり方の効率が悪いのやら、ただ単に根気がないのか、多分両方かな。毎回編集が終わる頃に、タバコが半分なくなってます。10月から値上げなのにこれはまずい。さて今回は、列車の準備まで頑張るよ。やっぱりイーグルだとゾンビが楽ですね。生きてやがる。これから新聞社に向かいます。食堂で地下の蓋を開けずに、新聞社へ行くと、そこでカルロスに会い、ネメシスも来ます。そこで、火事で急に来た炎にぶっ飛ばされる。ネメシスを見ると、なんか笑えます。でも確かファイルの順番が、食堂から新聞社だったので、食堂から行きました。あっちの方が広くて戦いやすいからね。イーグル大活躍。でも皆さん2のカスタムハンドガンと、どちらが好きですか ?2 のはクリティカルは、ないけど、3連発でしたね。あれはあれで好きだったな。でもカスタムショットガンは、強くなりすぎな気もしました。クリティカルが出るとやっぱ気持ちいいね。最初の1、2発で出ると、結構嬉しいですよね。ファイルは今のところ順調。内容は無視してますが、読みたかった方はすみません。スピードアップ。この辺って、結構ぐだるんだよね。ここはあと2回通るから、お掃除していくよ。すぐドラム缶を打つと、たまに1匹逃すから、ちょっと間を置いてるよ。列車到着。ここからちょっとめんどくさかったり、楽しかったりしますね。移動が多くなるので、ガンガンスピードアップしていくよ。サイドパックゲット。これでアイテム所持欄が2個増えるので、結構楽になりますよね。でも、ショットガンとハーブの、所持欄の消費が一緒って、どういうことなの？犬、いたのか。来る時でなかったから、いないのかと思ってた。焦ってドラム缶狙っちゃったよ。
びっくりして戻っちゃった。こいつ忘れてた。なんですか？バイオハザードのこういうパズル、得意じゃないけど、好きです。全部消えちゃった。カルロス、オツ。確かここで弾もらえた気がしましたけど、何にもなかったね。そういえばそろそろアニメ、軽音が終わっちゃうみたいですね。いざ終わるとなると結構寂しいですね。私は大学の軽音楽部に、所属しているんですが、去年、軽音が始まった時に入部希望者が一気に増えたのは面白かったです。そういう人たちどうするんだろう。こぞって辞めたりしたら面白いな。ここにガンパウダーを一つ忘れたので、取りに行きます。カラスだった場合、倒すのがめんどくさいので無視します。バッテリーってこんな仕掛けまでして隠す必要あったの？って、疑問ですよね。ここは坂になってるので、ゾンビはスルーできます。引っかかった。残念。ガンパウダー3つ、邪魔。先に両方開けておいた方が楽です。
でも片方はマグナムだから必要ないけどね。ここで三坂美琴さんの出番です。いけー、ビリビリ。非常口と時間切れは、ここ出た時にネメシスが来ちゃいます。ここでは戦いたくないです。さっき避けるのを失敗したので倒します。てかさっき倒しておけばよかった。この木箱って有効に使うの、結構難しいよね。誰かいる。多分カルロスですね。どうせならみんな倒しといてよ。って逃げたのかよ。ではこの辺でパート4を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。では。こんにちは。前回からまたすごい期間を空けての更新です。そして機材のトラブルで、この先を録画できないという、パート6もまた滞りそうです。パート3と4もそうですが、すごい間を空けての更新で、見てくださってる方には、感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。今回は、列車の準備の続きからです。今ガンパウダー同士を、組み合わせずに使ったのは、強化弾を作るためのレベルを、上げるためです。え？電池って結構使いどころありそうだけど、って思ったのは私だけじゃないはず。一匹逃した。でも全然無視できるので、ほっときますよ。やばい、これ楽しそう。すっごいコントローラー震えてます。奥を探索する前に準備、奴が来るからね。また奥にもガンパウダーがあるので、アイテム欄の消費を抑えるために、リロードツール持ってきます。
つ、名前なんだっけ？ドレイン・ディモスだっけ？ブレイン・サッカーだっけ？こいつ、名前なんだっけ？ドレイン・ディモスだっけ？ブレイン・サッカーだっけ？クソー早いな。爆発狙ったけどいや、死ね。Wait！ ここは注意ですね。こっちのファイルが先。ここは昔深読みしすぎて、商品名がパスワードだって。わからなくて泣いた覚えがあります。この声、エガちゃんですよね？さあ、奴が来ます。しかしここの戦闘が一番楽です。まあ、見ててください。まずはこっちに逃げます。ここで一発消費させるといいかも。ここでひたすら、弾がなくなるまで逃げるよ。よし、なくなった。あとはセットするだけ。いてぇ、この野郎見てやがれ。はい、セット完了。あとはナイフできるだけの、簡単なお仕事です。ここで下がって攻撃していれば、全く攻撃を受けずに倒せます。ただ、切るタイミングと、殴るタイミングが重なると、ダメージを受けるので、迂闊に連続での攻撃は、危険だったりします。走っている時は特に注意。さっきからめっちゃ空振ってるけど、ねえねえ、今、どんな気持ち？
ずっとこんな感じなので、早送り。で簡単に倒せます。ウエスタンカスタムのパーツゲット、あとはコンテナの一緒ですね。グレネード弾はいらないけど、なぜか取っちゃったクランクを消費の意味で開けました。はい、これでこのエリアで入手できるファイルは全部ですね。ガンパウダーも回収して列車に戻りましょうか。ついに作れるようになりました。強化弾、イーグルでは使えないけど、ゾンビに対しては一発でのけぞらせる威力があります。上のアイテムボックスの部屋に行こうか悩んでますが、別に必要なかったのでこのまま向かいます。
このセレクション、下に降りてもブレイブディガーの抜け殻が見られるだけなので、当然登ります。まあ。今回はここまでです。これからもなんとかあげるよう頑張るので、見かけた際にはよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。